どうもこんにちは、コインボムです。というわけで今日はパラディドルの応用についてお話ししてみようと思います。先日パラディドルの基本部分についてお伝えしましたけど、実際にドラムセットで応用するにはどうすればいいのか、パターンやフレーズに組み込むにはどうしたらいいかといった点をお話ししてみようと思います。パラディドルの応用の仕方っていろんな方法や考え方があると思うんですけど、今回は振り分けるというキーワードをもとに2つのアプローチを行ってみます。まず1つ目は右手と左手で振り分ける、そして2つ目はアクセントとノーアクセントで振り分ける。この2つのアプローチをもとにパラディドルを実際のドラミングに応用していきます。では早速いってみましょう。まずはパラディドルを右手と左手に振り分けてみましょう。例えば右手をライドシンバル、左手をスネアドラムに振り分けて、そのままパラディドルを叩いてみるとこうなります。いきなりそれっぽくなりましたね。今やったパターン、パラディドルの手順やアクセントは何も変えていなくて、ただ右手と左手をドラムセットの別々の場所に振り分けて叩いただけです。もう一度やってみます。今度は右手のアクセントの部分にバスドラムも重ねてみます。という感じで、パラディドルの右手と左手で叩く場所を変える、そしてそこにバスドラムを付け足すことで、リズムパターン風のアプローチ、今の場合は16ビートのパターンですね、といった応用が可能になります。今やったパターンを譜面にするとこうなります。慣れてきたら他の場所も試したり、バスドラのパターンも変えたりできると、さらにバリエーションを広げていけます。次はパラディドルをアクセントとノーアクセントで振り分けてみましょう。例えばアクセントをタム、ノーアクセントをスネアで振り分けて叩いてみます。と、こんな感じになります。タムとスネアの移動が入るんで、さっきより少し難しいんですけど、最初は速さはあまり気にせずにゆっくりからチャレンジしてみてください。もう一度やってみます。今度は右手のアクセントはフロアタムに変えてみます。という感じです。なんとなくフィルインなんかに使えそうじゃないですかね。今叩いたパターンを16分音符として譜面にするとこうなります。このアクセントで振り分けるアプローチも、慣れてきたら振り分ける箇所を変えたりすることでいろんなバリエーションに発展させていきます。パラディドルをドラムセットに応用していくときにうまく活かせるためのコツは、まずはアクセントやストロークを意識するってことでしょうかね。特に最初はアクセントをしっかり意識してみてほしいんですけど、例えばわざとアクセントをなくしてパラディドルを叩いてみると、これはこれでありなときもありますが、アクセントをしっかり意識して叩くと、という感じで、アクセントがうまく出せると、ドラムセットに応用した時にフレーズに奥行きが出て立体的なグルーヴになるんですね。それと前回の基礎編でお伝えしたこととも被るんですけど、ストロークにも注意しながらやることでスムーズな動きの流れもできるんで、このあたりを意識しながらじっくりトライしてもらうといいかなと思います。
というわけで、今日はパラディドルの応用についてお話ししてみました。パラディドルの応用の仕方っていろいろありますが、まずは右手と左手で振り分けるってのと、アクセントとノーアクセントで振り分けるっていう、この2つのアプローチから試してもらうとやりやすいんじゃないかなということでした。例えば右手と左手の振り分けなら、右手をシンバル、左手をスネアに振り分けることでリズムパターン風のアプローチに持っていけますし、アクセントとノーアクセントでの振り分けなら、アクセントをタムやシンバル、ノーアクセントをスネアにしてみるとフィルインのフレーズとして使えそうなフレーズになります。で、この時にアクセントがうまく出せていると立体感が出てかっこいいフレーズになりやすいです。また、これらに慣れてきたら叩く場所や振り分け方を変えてみたり、さらにいけるのであれば手順やアクセントを変化させていくとアイディア次第で様々なフレーズに発展させていくこともできます。というわけでパラディドルのドラムセットへの応用、もちろん難しいところもあるんですけど、興味がある方は少しずつじっくり取り組んでもらうといいんじゃないかなと思います。では本日はこの辺で。ありがとうございました。